今日八頭郡八頭町で開かれた研修会には市町村や県の担当者などおよそ40人が参加クマによる果樹被害を防ぐ対策や安全で効果的にクマを追い払う方法などを学びましたこれから初夏にかけてクマが小若れだとか若いオスグマの行動範囲が広がっていきますので普段見られないような場所でクマを見かけることが増えてくる可能性があります 昨年度の熊の出没状況は鳥取県で156件、島根県は775件に上ります。今年度もすでに鳥取県で19件、島根県では142件の情報が寄せられています。山などでは熊と遭遇しないよう、熊マスズやラジオなどで音を鳴らし、人間の存在を知らせることが大切ですが、 万が一熊に遭遇しした場合はどううすればよいのでしょうか慌てないことが一番で、ゆっくりと熊との距離を取って、後ずさりをして、離れていただくということになります鳥取県は今後も同様の研修会を開きたいとしています。